UEFA チャンピオンズリーグ2010から 11UEFA チャンピオンズリーグ2010から11は56回目のヨーロッパクラブ王者を決める大会である UEFA チャンピオンズリーグと名称を変えてからは19回目であり新しい大会方式では2回目の開催決勝戦はイングランドロンドンのウェンブリースタジアムで開催された優勝クラブは UEFA スーパーカップ2011及び FIFA フフクラブワールドカップ2011の出場権を獲得する。UEFA に加盟している52の国と地域、リヒテンシュタインは国内リーグがないため除かれるから76クラブが出場した。出場権は各国の国内リーグ優勝チームと上位チームに与えられ、チーム数、出場段階、シード権等は、 UEFA ランキングにより決まる。本戦は32チームが各4チームの8グループに分かれ、ホームアウェイへの総当たりでグループリーグを戦う。上位2チームは決勝トーナメントへ進出、3位チームは UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメントに回る。なお、今大会は前回王者インテルが国内リーグ優勝でグループリーグ出場を決めたため、 前年度優勝クラブ枠は使用されず各ステージでチームが昇格される。国内リーグ優勝チーム予選と国内リーグ上位チーム予選の2つが行われ、プレーオフを含む4回戦がホームアウェイ方式で行われた。6チーム3チームが2回戦に進出する。今大会は前年度優勝クラブ枠が使用されないため、48から49位。 ケロー諸島とルクセンブルクの優勝者は2回戦へ昇格され、1回戦は50から53位の4チームとなる。2チームが2回戦に進出する。34チーム17チームが国内リーグ優勝チーム予選3回戦に進出する。今大会は前年度優勝クラブ枠が使用されないため、16位、デンマークの優勝者は3回戦へ昇格され、 48から49位、フェロー諸島とルクセンブルクの優勝者が1回戦から昇格される。なお、1回戦からの通過は2チームとなる。20チーム10チームが国内リーグ優勝チームプレイオフに進出する。今大会は前年度優勝クラブ枠が使用されないため、13位、スコットランドの優勝者はグループリーグへ昇格され、16位、 デンマークの優勝者が2回戦から昇格される。10チーム5チームが国内リーグ上位チームプレイオフに進出する。10チーム5チームがグループリーグに進出する。10チーム5チームがグループリーグに進出する。32チーム。今大会は前年度優勝クラブ枠が使用されないため、13位、スコットランドの優勝者がグループリーグへ昇格される。1回戦。 二回戦の組み合わせ抽選会は2010年6月21日にスイスニヨンで行われた。第一戦は2010年6月29.30日に、第二戦は2010年7月6.7日に開催された。大雨によるピッチコンディション不良により試合は没収となった。第一戦は2010年7月13.14日に、 第2戦は2010年7月20.21日に開催された。組み合わせ抽選会は2010年7月16日にスイスニヨンで行われた。第1戦は2010年7月27.28日に、第2戦は2010年8月3.4日に開催された。敗退チームは UEFA ヨーロッパリーグのプレイオフに出場する。 組み合わせ抽選会は2010年8月6日にスイスニヨンで行われた。第1戦は2010年8月17.18日に、第2戦は2010年8月24.25日に開催された。敗退チームは UEFA ヨーロッパリーグのグループリーグに出場する。組み合わせ抽選会は2010年8月26日に、 モナコのクリマルディフォーラムで行われた。本戦出場の32チームが4チームずつ8グループに振り分けられ、各グループでホームアウェイ方式の総当たり戦が行われた。各グループ上位2チームは決勝トーナメント1回戦に進出。3位チームは UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメント1回戦に出場し、そのうちの上位4チームはヨーロッパリーグの 各グループ主位の12クラブと共にシードされる。初出場はトッテナム、ジリナ、ブラガ、ハッポエルテルアビブ、ブルサスポル、トゥエンテの6クラブである。組み合わせ抽選会は2010年12月17日にスイスニヨンで行われた。第一戦は2011年2月15.1622.23日。 第2戦は2011年3月8 9 5 1 6日に開催された。準々決勝、準決勝、決勝の組み合わせ抽選会は2011年3月18日にスイスニヨンで行われた。第1戦は2011年4月4.5日。第2戦は2011年4月12.13日に開催された。 1> 第1戦は2011年4月26.27日。第2戦は2011年5月3.4日に開催された。決勝は2011年5月28日にロンドンのウェンブリースタジアムで行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。